吉田さん、100円の商品ですか私が最も今まで売ってきた商品って0円の商品かなと思いますよねあですから無料コンテンツですよね無料のコンテンツが欲しければメールマガジンをまあ購読くださいっていう感じでやってましたねそのネタっていうのが外食して儲かる方法ですよね外食して儲かる方法の動画を見てくださったらあの まあいいなというね。何がいいかっていうと、私のところにアフィリエイト報酬が入るんですよ。えー、まあ視聴者さんは無料でその外食して儲ける方法の動画を見るんですけども、その動画を見るためには、あその専用サイト、外食で儲けるファンクルってサイトをまあ、ログインしないといけないんですよね、まあ。そうするとログインした人には3000ポイント入って、ログインさせた人には3000ポイント、要するに300円分入るっていうことなんですけども、つまり私はね、メールマガジンをその、 2万人の登録を1年でやったんですけどもそのたんびに300円ずつ入ってたんですよ <laughs> つまりねポイントでなんですけども600万円稼いだわけなんですよね <laughs> そこでまあ全部が全部ねあのエントリーしてもらったってわけじゃないですけどもやっぱりね600万円相当その近くまではあの外食で儲かる方法のポイントがたまっていったってことになりますね、まあ、ところがね当時は換金率そんなによくなかったんで30円ぐらいですね <laughs> まあでもね5六6 0万円分ぐらいは入ったんじゃないかなと思いますね外食でも儲かる方法無料のものを提供してそして登録してもらって <laughs> まあ儲かるみたいなねまあですんであの100円の商品が売れなかったら当然10万円とか20万円の商品売れないと思いますけどもそもそも無料のものがね受け取ってもらえない時点で有料の商品っていうのは厳しいのかなと思いますしもっと言うとあの1000円あげるからこのコンテンツ受け取ってくださいみたいなそんなね あの深掘りのレベルまであるんじゃないかなと思うんですよ。うん、だけどあれでしょなんか結局オプトインアフィレートってうんまあそれに似てるのかなと思うんですよ。うん、オプトインアフィレートっていうのは人のメールマガジンに登録させてその仲介をした人にちょっと報酬を払うってう形だと思いますけどもあれなんてのは本来例えば私だったら私の魅力で人を集めてるのに私のファンの人が。 私がねこの他の人のメールマガジン登録しなさいよっていうんで、えー、なんでだろうってなっちゃいますよね。うん、まあ、ですんで私の勧めるもんだから大丈夫ですよっていうふうなバイアスが無言でかかるってことなんでしょうね。うん、だから変なの紹介するなみたいなことになって結局あのプロダクトのロンチの,のメールマガジンプロダクトロンチのメールマガジンオプトンアフィレートをやりすぎた人っていうのはその人自身のメールマガのなんかこう信用もなくなって潰れるみたいなね。 まさに私のメルマガはもうあれ以来2017年以来発行してませんけども完全に信頼を壊れたんじゃないかなと思いますねオプトンアフィリエイトのやりすぎでまあなんかすごく疲弊したような気がしますね <coughs> まあ反映性の一つでございました